固有スキル名がかっこいい馬娘に対するみんなの反応。固有スキル名がかっこいい馬娘暫定1位俺調べ。カタカナルビがつきそう。変なルビっぽいのってプロミネンスギアくらいで、あとは大体そのままじゃない？あれプロミネンスで確定したの？ずっと公園だと思ってた。フォーミュラーにかけてホムラギアかと。イチゴの夢、刹那の飛翔。乃木砂八のボルル。スブルボンのはそもそもなんて読めばいいんだ。あれは工作機械に使う G コードが元だろうから普通に G00 ファースト F 無限大だと思う。服の固有が来てください来てください、から開花できます来てます来させます、に変わるのがたまらない。わかりみが深すぎる。成長した服の心の変化がエモエモ。神様がそう言ってるから、暗転。ゴルシは波乱注意報の方が名前は好き。解明は動きもすごいかっこいいよね。光がダイヤに降りてきて目覚めてるみたい。東方の曲名みたいだなと毎度思う。晴天を照らせ地の昨月星に願いを。解明を照らせ永遠の輝き。シンプルにプライドオブキングが好き。固有の名前ならキングだろう。顔はあげるな。明るく高笑いするコールミーキングから、汗だくになり顔をあげるプライドオブキングになるのがとてもエモい。全員演出も固有名も自分で考えてそう。ボッシボー。自分で考えてる説に拍車がかかるな。これが諦めないってことだー、レベル6。レベル6。レベル6なので無効です。勝利の鼓動はシンプルにかっこいい。なんだかんだでカムイが好きかな。マダラはここで俺が処理する。カカシより強いよ、俺は。やめてくれカカシ、その術は俺に効く。おっさんのワイはシャドウスキルの神が最初に浮かんだわ。無縁名流奥義。修羅の門とかいう隠れた名作俺は好きだよ。個人的に好きなのはブリリアントレッドエースですかね。名前が格好よくてスコ。シュアーズシュアート。読めねえ。外国語はわからないけど、スクワートルスクワートのことだと思う。ネメシスは固有演出含めて大好きすぎる。あの演出を見てるとやっぱあの二人、早口長めの向上性なる一歩半お似合いだよなって思う。早く、早く、誰よりも早く。甘く見て、後で吠え面書かないでよね。私がマジだってこと、教えてあげる。ブーン、謎の重低音がいい味出してる。成田来るが、もしくはなるが耐震。ピュリティオブハート。ブルボンの無限のとこはインフィニティって呼んでたわ。飛行艇のせいで自分もそうだった。ゴーファースト風じゃないのか。やっぱり絶対は、僕だなんだよなー。赤帝王の絶対は、僕だはシンプルでかっこいい。ワンブルーカラー。女帝のブレイズオブプライドはいつ見ても裏108式や杯。女帝楽にはしねんぞ。よし、違和感ないな。三段笑いしてるとこ想像したら違和感ゼロでしば、新衣装の勝利ポーズでやってほしい。暗黒オロチナギだと思ってた。生徒会の固有の属性がオロチチームだし。ブライアン早くて、おまけに男前。名前が変わる固有好きだから星さん馬にも入れてほしい。メインストーリーのグラスちゃんみたいな進化演出もっと見たいわ。ブルボンの00ってダブル王ちゃうんか。つまり、ガンダム00、ファーストシーズン刹那 FJA、インフィニットトランザムバーストってことか。ってことはブルボンはトランザム使えるのか。G00 なんだ、ずっとゴッドだと思ってたわ。さあ、あなたも、レッツアナボリック。戦闘の景色は譲らない。スキル名というより決意やセリフだけどシンプルで好き。ドン、パ、ムン。解明を照らせ永遠のきらめき矢印光覚とモンハンの武器にありそうで好き。ミラ武器懐かしいな。クエスト名でもありそう。ダイヤモンドは永遠の輝き。あ、これ CM のキャッチコピーだ。早く早く、誰よりも早く。甘く見て後で吠え面書かないでよね。私がマジだってこと、教えてあげる。眠れる獅子、ネメシス、迫る影のつなぎが最高にかっこいい。そしてタイトレの一歩半フルエーションにつながるのか。
ダイヤちゃんのは挽回みたいだと。どちらかというとフェイトの固有結界じゃろ。挽回はどっちかつうともっと短いよな。挽回というか解剖かな。腕章一切怪人となせとか命令系が基本だけど、解明を照らせ、までなら普通に解剖でありそうやな。やっぱブルーローズチェイサーよ。名誉払い一族にされそうならいす。ワシティの固有は揺れる回る触れる切ない気持ち二人で一緒に眠ってそう。一番可愛い固有は雪明かり、追いかけてで満場一致でええか？ベルちゃんの固有短縮版だとくっそかっこいいんだよなぁ。玉の固有も短縮版の方が好きやわ。シューティングスターとかいう主人公感。ラスボスの通常攻撃、サガ感。キング固有の私を呼んでという願いから私の誇りへの変化がスコスコのスコ。ガンダム UC の主題歌っぽさあるな。インポッシブル不可能に点を足してアイムポッシブル、私は可能性になるのしゃれててパールさんらしくて好きよ。固有で振り向くところはもっと好きよ。やっぱりパールさん本当は英語理解してるんじゃないのか？アシゲスキーは世界一位だし、ジャストアエイとジャストアエイの二種の固有スキルを持ってきてもいいのよ。きらめくは海、まばゆきは君って固有の名前というかプロポーズの言葉だよね、マックちゃん。これは固有演出込みでマックにプロポーズしてるわ。中二と言われてもいい？ディオスクロイの流星が思考。この字面で最初に思い浮かべたのがギャラクシアンエクスプロージョンだった。爆心、爆心、爆心。なんだかんだこれは不沈感、罰病を。不沈感罰病は名前演出ともにかっこいい。精神一等何事かならザランスキ、グラスちゃん怖い。タキオンの固有ユイコールメムエイ事情、ワイは好きやで。彼方、その先へ。演出もすごくいいし静かな強さを感じて好き。勝利のチケットを、君に。実馬のエピソードを知ってるとエモいよね。マヤの固有レベル2以下の追撃準備の声がクソ可愛いのに戻せないの悲しい。憧れは桜を超える、みたいなシンプルだけど熱い名前も好き。イチゴの夢、刹那の秘書。アルダンの決意を表してて好き。きっとその先へ。シンプルだけど好き、ナイスネイチャ好き。通常ゴルシのどっちも好き。危険の使命を果たすべくこれかっこいいのに、出てこないなんて。不当不屈。トートミラストスパート。いただきストレリチア。ひらめきランディング。の三強なんだよなぁ。角田疲労彷彿とさせるな。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。